鹿児島市の新日本科学の動物実験施設で従業員が実験用のサルからうつる B ウイルスに感染していたことがわかりました B ウイルスへの感染が確認されたのは国内では初めてで感染拡大の恐れはないということです鹿児島市によりますと B ウイルスへの感染が確認されたのは市内にある新日本科学の 動物実験施用のサルから噛まれたり尿や唾液に触れたりすることで人に感染するとされていて感染すると皮膚のただれや発熱などの症状が出て重症の場合には神経障害が残るとされていますウイルスは空気感染はせず感染拡大の恐れはないということです この従業員は、2月に頭痛や発熱などがあり、鹿児島大学病院などが検査していて、今月、B ウイルスの感染と確認されました。現在も治療中ということです。B ウイルスへの感染は非常に珍しく、人への感染はこれまで世界で50例程度、国内では今回が初めてです。新日本科学は、 行政機関と連携を取り再発防止に全力を尽くしますとコメントしています。